悪霊宮にてスペクターを迎え撃つムー。しかし謎の男の力により全身が金縛りに遭い動きを封じられてしまう。謎の男がとどめを刺そうとしたその時、何？12級の火時計に火がついた。これは一体誰が？わしじゃ。どこ？243年ぶりじゃが、まさかこのような形で再び出会えるとは思いもしなかったぞ、我が友シオンよ。そして佐賀の乱で命を落とした教皇、その名もかつてのゴールドセイント、ハリエスのシオンよ。我が体温あるし、アリエスのシオン。このわしと同じ261歳のはずが、まるで243年前の全聖戦の時と変わらぬ若さじゃ。驚いたかどうか。これが冥王ハーデス様のお力なのだ。それに比べてどうこよ。おいたな。幻よ。何？わしがなぜ火時計に点火させたと思う？お前たちの命などあの火時計が消えるまでの幻。それはしよ、お前たち自身が一番よく分かっているはずじゃ。このままわしが引き受けた。行け、ムーよ。お前はすぐさま佐賀たちを追うのじゃ。戦うつもりか、どうこ。老いぼれた今のお前には勝ち目などないぞ。お待ちください、老師。お前は死竜。老師、遅ればせながらただいま到着いたしました。どうかその者の相手はこの死竜に。このシリ、全力でお前を倒す。たかがブロンズといえど目障りだ。はい、うろたえる。目が不自由な上にそんな傷だらけのクロスをまとって、一体何をする？もちろん戦うのよ。正義のために。これ好き。たかが雑魚といえど、これ以上ちょろっされるのも目障りだ。お前から先に葬ってやる。何の なぜとは。こちらからお聞きしたいことです。サンクチュアリがこのような危機の時、なぜ私たちの人をのけものになさるのですか？すべてアテナのご意志じゃ。名ばかりの火をとせんとか。少しを前にして、貴様の仕業寄付もいいか。敗北を呼びをかける。そんな我が一撃を超えろ、昇竜の者だ。ウィナー。その程度で竜の鱗は剥がせる。まだだ、まだ高みを目指せる。聞け、飛竜よ。お前たちはもはや十分に戦ってくれた。せめてこれから安らかに生きてほしいと願うアテナのお心がわからんのか。しかし私はセイントです。多くの同志が戦っているのを見ぬふりをして生きてゆくことなどできません。わかった、シリュー。アテナにはわしからお詫びしておこう。して仲良く視界へ送ってくれるわ。シオンよ、わしがなぜ
243年間も五郎砲の大滝の前に座したままだったと思う。なんだ道子の体から立ち上るこのコスモ。何？道子の皮膚がひび割れて18歳の頃のような若々しい肉体が現れるとは。道子、243年ぶりにライブラのクロス装着。いずれ来る災厄に備え、アテナよりミソフェサメノスを施された。わしの心臓は1年に10万回しか動くことはなかったのだ。10万回といえば、心臓が1日に鼓動する回数。お前にとって243年は243日に過ぎなかったというのか。死ぬよ。早々にムーの後を追い、敵を蹴散らせ。行くぞシオン、ここでわしがお前を止める。243年ぶりの決着をつけようぞ。どうか往生してもらうぞ。はい、ロマン百両派。これで全て解答だ。243年前と同じように。いいだ、その方が帰ってこちらも心置きなく殺せるというものだ。本当にこのシオンと対等になったのか試してやるぞ。若返ったわしの力を侮らぬ方が良いぞシオン。お前ほどの男でも命の欲望に負けたと思うと悲しい。今一度死んで昔のシオンに戻れ。なんという凄まじい心。小僧、もういい。これから捨てられたものとは。少しこらしてみろ。どうだ悪流砲。 KO ウィナー。ようやく決着がついたのシオン。まだこの体に馴染めんの。どうだシオン、わしのパワーを押し切れるか。まさしくこれはドークが若い頃の絶頂の頃のパワーだ。しかしこれでは一番恐れていた事態に陥ってしまうぞ。お互いのパワーが完全に対等になった以上、ワンサウザンドウォーズに陥るか、それとも二人とも消滅するかの二つに一つ。そうなる前にどうあっても倒さねばならん。喰らえ道子。バカめ、自ら消滅を望むかシオン。ロシとシオンのコスモが